MG ことこと、エール正野、笑う角にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。今日はね、はいはい、お尻が大きい人に、お尻が大きい人、はい、お尻が大きくて足が太くて、はい、胸がちっちゃい女性に捧げる。おお、なるほど。ラブソング、ラブソング、ラブソング久しぶりですね。ラブソング、まあ歌ったことないけどね。ラブソングって言って歌のようにね届けると。はい、ちょうどね、はいはい、夢を叶える学校の武田陽子先生がね、はいはい、キューバ行ってきたんだって。あ、またなんかいいところ行きましたね、うん、でキューバ行ってきたら、はいはい、その、うん、はいはい、キューバの人たちって胸が大きいって興味ないんだって男性。へー、でそうなんだ。胸が小さくてお尻が大きくて、はい、足が太い女性がすっごいモテるんだって。あ、そうなんですね、うん、キューバの男性の好みは。そう、あ、そうなんですね。だからなんかさ、日本の、はい、と全然違うじゃない。確かに。でこれも、はいはい、その、うん、日本のね、うん、もの世界の別に常識でもないっていう。なるほどね。国によっても変わるし、うん、ああ全然違いますもんね。で、うん、基本男性の人って、うん、はいはい、あんまり働かないんだって。あ、キューバの人。まあそうなんですね。働かなくて、はいはい、その男性のね、はいはい、あ、そのバスを、うん、その。乗っててね、はいはい、そのツアーでバス借りてて、はいはい、でそのバスの運転手さんが、はい、その独身の女性、日本の女性が結構いたから、はいはい、バスのキューバの男性が、バスの運転手さんが、はいはいはい、俺は旦那にどうだ、俺を彼氏にどうだってめっちゃアピール、アピール、アピール、すごいですね、ガンガンしてきますね。でキューバの人たちの、はいはい、俺と付き合うと絶対いいぜっていう、アピールポイント、アピールポイントなんだと思う。え、なんだろう、なんか楽しい、陽気だよとか。陽気だよ。キューバなんかそんなイメージ、なんか音楽が好きだ、なんかギターできるぜ的な、なんか割とそういう感じなのかな、ちょっとラテンな感じなのかな。ラテンな感じだね、はい、まず料理作るとか、女性だからお尻が大きくて足太くて、はい、いわゆる胸が小さい人がとても魅力的に、なるほど、女性としてとても魅力的なんだ。なるほど、キューバの男性にとっては、うん、じゃあ男性の魅力は何か。あ、逆に、あ、男性の魅力か、うん、男性の魅力は、男性の魅力は、だからそこをめっちゃアピールしてくる。ああ、そっかそっか、バスの運転手、なるほどね、めっちゃアピールしてくる。え、なんで逆のことなのかな、うん、なんですかね、うん、想像つかないですね。もうね、向こうの男性とかすぐ彼女とか作って、はい、家族とかほとんど背負わないんだ、はい、あ、そうなんですね、うん、結構だいぶ自由な。まあ、一概に全部言えない。まあまあですね、一概に言えないけど、日本よりもその傾向が多いと。非常に高い。非常なんですね。非常に高い。だいぶ高そうだな。なんですかね、うん、男性のモテポイントがあるんですね、いわゆるキューバ、キューバスタイルがあるんですね。男性のモテポイント。体型的なことなんですか、それは。体型じゃない。、うん。怠け者とか。あ、近い、いいね、いいとこ行ってる、ね。なんか今の流れでいくと。その、はい、そんなに働かないから、はいはい、女性がやっぱりしっかりしてるらしいけど、はいはい、男性そんなにすぐ女性作ったり、はい、そこまでだった。家族背負わなかった、はいはい。そういう傾向があるらしい。なるほどね。傾向がね、全員とは言わない。だから、はいはい、働くよっていうのが、なるほど、めちゃくちゃアピールポイントになるんだと思ってるんだ、キューバでは。だからもう運転手さんが、そうか、ドライバーさんが、俺働くよって、働くよってずっとアピールしてる。かわいいっすね。でも日本だとね、普通のことだけど。もうそれはキューバではメガハート。キューバでやばい、この人働くんだ。そうかそうか、やばい、この人はやばい、家庭を支えてくれてたけど、なかなかいない。もうメガハート。なるほど、働くよ。なるほど、その一言で、あ、お国柄、国が変われば違いますね。でも日本の女性ってさ、はい、男性がさ、はい、働くよ俺って言ったらさ、でも当たり前では言ってるよ。あんまり響かないじゃん。むしろ働きよって。何言ってんだってなりますけどね。むしろ。働かないつもりだったのかってなっちゃうんですけどね。そうそう。なんならマイナスですよ、それ。アピール失敗ですよね。あ、国によってね。面白いですね。アピールポイントが非常に違う。そうか、それ面白いですね。うん、働くよって一生懸命日本人にアピールしてる。働くよ、日本人女性には響かない。もうこれはみんな、もう目がハート系の、ね。キューバ女性にはたまらないです、ね。キューバ女性にとっては働く男性ってレアだから。なるほどね。うん、じゃあ日本人男性とか相当やばいじゃないですか。そうだね。そう、逆に言うと、うん、面白いですね、うん、そうだね、面白いですね、うん、相性ってもあるんですね、なんか、うん、お国が変われば。足太いの人にはもう朗報だよね。キューバに行って、うん、体型悩んでる、ね、キューバ行ってみたいよね。キューバ行ってみたいですね、うん、なんかオードリーの若林さんがなんかキューバ行って、すごくキューバ日記を書いてました、ね、興味も興味持ったね。なんか
文化があれちょっと閉鎖されてたから、ね、昔のアメリカの文化が残ってて、うん、アメ車とかそのまま普通に乗ってたりとか、なんか、うん、日本と真逆で、うん、日本人が学ばなきゃいけないところが、ね、たくさんある気がする ね、すごく面白そうです ね。いつかグリーンズでもキューバツアーとかいや、やってみたいですね。一番なんかカリブ海とか一番似合わない感じだけどキューグリーンズもっと森な感じでしょうけどもっとなんか土感がありますけど、ね、青い海とか一番まあでも行ってみたいですね。キューバはちょっとマジで行ってみたいな。普通に興味がある、はい、なんか全然わからなすぎて興味がある。いいですね、はい、いろんな学べますね、いろんな国から、はい、ありがとうございます、はい、この国はこうだよみたいなのがあったら教えてほしい、ね、ぜひ。そうですね、いろんな国に行ってる人が、ね、いると思うので、はい、ありがとうございます。というわけで、無事ことエールマサの笑う角にはクリーンス、ありがとうございました。